どうもこんにちは、速稼塾の久保です。以前ね、ドリーム燃料というものをね、私が紹介させていただきました。このドリーム燃料っていうのは、簡単に言うとガソリン代が、まあ、10円とかね、15円ぐらいで生成できますよっていうことなんで、こういったね、燃費の悪い車でももう遠慮なくビュンビュン走れますよってことなんですよ。まあそれだけじゃなくって、救急車ですとかね、こういったはしご車とか、緊急時に必要な車、こういったもの様々ありますけども、こういったもののコストもぐっと下がるってことなんですよ。さらにですよ、食料生産のために使っていた、まあ、原油などね、石油、軽油、こういったものの値段もぐっと下がるわけなんですよ。さあ、それでこのドリーム燃料ってのはどこで誰が作ってるのか、これは京都大学の今中教授と、それから現在ね、大阪市が共同で実証実験に、挑んでいるというところと、あとはね、2040年までに商業ベースに乗るために、もうすでにね、このドリーム燃料生成装置ってのはリースが始まってるんですよ。月50万円でレンタルしてくださるそうです。で、そうなるとですね、例えば50万円のランニングコストをかけてですね、ガソリンをこうやって販売することができれば、もうすでに事業者ができてしまうってことなんですよね。なんか夢のある話だなと思います。まあ、それでこのドリーム燃料なんですけども、実はね、別でも同じようなことをやってるところがあります。今回紹介したいのはトヨタ自動車とエネオス、そしてまあ日本政府ね、経済産業省が組んで、同じような形で二酸化炭素、大気中の二酸化炭素からガソリンを生成して、で排出した排気ガスは二酸化炭素に戻っていくということなんで、まあ、二酸化炭素出るじゃないかって言われそうですけども、大気中にある二酸化炭素を取り込んで二酸化炭素を戻すわけですから、二酸化炭素自体の量は変わらないわけですよ。で、車だけが走るというね、まあ、こんなね、またね、第二のドリーム燃料というものがスタートしてるんですね。まあ、こちらの方は動画がありますのでご覧いただきたいと思います。動画概要欄からよろしくお願いします。ということで、今回はドリーム燃料に続いてですね、また別の形で同じエネルギーの開発ができているということで、なんと日本が産油国になるっていうね、話でございます。これね、もう理論上無限にガソリンが取り出せるということなんで、もうね、サウジアラビアや中東などのガソリン資源に頼らなくていいってことなんですよ。と同時にですよ、これは今ガソリン燃料、石油燃料が中心のこの世界経済にものすごくね、混乱をもたらすんではないかなっていうところも同時にありますね。しかし我々消費者としては、結局選ぶのは安くてガソリン代を気にしなくていい、環境にも優しいガソリンということなんで、これは答えはもう出たような感じがしますね。昔石炭産業ってものがありました。石炭は日本でもよく取れたんで、石油には頼ってなかったんですよね。そういう意味で言うと、日本は独自の高度経済成長を遂げたと言えるんですけども、この石炭ってものがね、終わって石油に切り替わった時も、まあ今治、夕張炭鉱をはじめとして、日本中でもいろんなエネルギー革命、それによって、いろんなね、格差が、逆転が生じたと思います。下克上が生じたと思います。それと同じものが地球規模で起きるのかなって気はしてきますね。いずれにしても、やっぱ日本人のものづくりの力ってすごいなと思います。ただこの日本人のものづくりの力、この30年で急速に失われました。これはですね、実はね、お金を作り出すってことは人間が作るものですから、無限にお金は作れるんですよ。無限にですよ。でも人を生み出すとか、それから食料を作るとか、エネルギーを作るとか、これにはね、実は限界があったんですよね。でも多くの場合、これは逆に捉えられていました。お金は供給量に限界がある、プライマリーバランス、黒字化って言いますよね。こんなおかしな幻想にとらわれていたから、本来有限でその生産量をもっともっと増やしていかないといけない、内需を高めていかなくちゃいけなかった人材、それからエネルギー、食料、こういったものが日本国内ではなんと作られなくなってしまったんですよね。で、これからは新しい開発や発見もものすごく遅くなるんじゃないかなというふうに言われてます。で、仮に今財政出動をドカーンとして人材に投資したとしても、少子化を止めたとしても、その効果が現れるのはまた30年から40年かかるわけですよね。取り返しのつかないようなことになってしまったのかなと思います。その中にあって、このエネルギーが作られたってことは最後のチャンスになるんじゃないかなと、高度経済成長期のあの勢いが近隣諸国に奪われて、
今ものづくりは日本ではなくなってしまいました、うん、やっぱり半導体にしても家電製品にしてもその他の工業製品にしても日本はなかなかね強くなくなってしまった。ジャパンズナンバーの時代は来なくなった。そして人材の面でも日本人が秀でてるものはなくなってしまった。食料も日本独自で作られる食料自給率ってのは、まあ、実質的には 10% 以下と言われてるわけですよ、うん、そして IT バブルにも乗り損ねて最後のチャンスだと思われた暗号通貨バブルにも乗り遅れてしまいました。これ全て政府の規制がもたらした弊害ですね。民間がいくら頑張っても政治が邪魔をするわけなんですよ。その中にあって最後のチャンス、エネルギー、これがもしかしたら私たち日本にね逆転のトライを授けてくれるかもしれませんね。はい、では動画概要欄からトヨタ自動車エネオス、こちらの燃料生成の模様をご覧ください。